この辺は字はいいです、どっちでも。なんかマジで強い者同士が、こういうのも、ん？何？こういうのも、うん、なんかすいません、ね、話したいぎて。全然大丈夫です。このパーピンと、うん、そのアンパイの北の。ああ、オッケーオッケー。なんて言うでしょう。うん、まず、それ毎回迷うんですよね。オッケー。はい。基本的な考え方は全部話します。はい。麻雀ってハイパイの時は。だいたい 3.5 シャン点から4シャン点って言われてるんですよ。それがまあ平均点。はいはい。でこれ50目ですよね。はい。50目になったら2シャン点か3シャン点になってるはずなんですよ。うんうん、平均通り積もってれば、うんうん。そして平均打点がだいたい子供で6000点ぐらいって言われてるんですよ。その水準を満たしてそれ以上の価値のある手だったらペイを切ってください。なるほど。安全牌を抱えないでください。はい、そしてそれよりも悪い感じ。すごい大事なことだ。そう。はい、それよりも悪かったら安全牌を抱えてパーソーを切ってください。これはパーピンとパーソーで相当差がある。あ、そうですね、パーピン2件への安牌ですもんね。それだけじゃない、パーピンは2件への安全牌だし、なおかつ周りのチーピンとかキューピンが山にいる。ああ、そうですね、うん、早く切られてるから。そう、これでマジでチーピンとキューピンはマジで山にいるんで、引いたら強いですしね。引いたら強い。そう、こんなのペンチーピンでもリーチしていいよ。はい。で、あと、このパーソーが3人に危ないし、急走2枚見えちゃってるし、うん。トイメンも右の人も想像切ってないんで、うん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 。想像は不安。はい。でもね、この手はもうドラドラ持って、いい手なんで、ペイ切っていいんですよ。水準満たしてますもんね、うん、今の。別に僕は3色を見て言ってるわけじゃないからね。ストップ、はい、ストップストップ、はいはいはい、このパーピンも合ってんだけど間違ってんだよ、はい、合ってんだけど間違ってる。そう、あのね、僕は9案切るんだよ。うん、これまだやっぱりパーピン周りがいい、パーピン周りがいいし、タンヤオもあるし、タンヤオありますね。タンヤオあるのよ、これね。あんまりパ、まあここはいいや、細かいから。なるほどなるほど。そう、合ってんだけど間違ってる。合ってんだけど間違ってすごい多いんですよ。そう、うんうん、このパーピン周りがすごくいいとか想像を持ってたくないっていう感覚と、あと食いたんっていうのが意識が外れちゃうのがまずいんで、はい、うんうんうん、うん、そう。じゃあ進めてっていいよ。はい、ほうほうほう、ここもあったら悪くない。ここでパーピンが出れば完璧だったな、手順。あ、なるほどなるほど、うん、確かにな。いいよ、丸で問題ない、はい、丸で問題ない、はい、おかけられたけど、これだったらもう全然いいです。そう、全然いいです、うん、負けてもいいんだ。チーピンなかったかな、1枚しか、はい、全然これは別にいいです、あの、はい、勝負になってるんで、はい、問題ないです。はい、次行きましょう。はい、うん、あ、いいっすね。ちなみにストップ、はい、これ9万打つメリットはわかるかな。手順が全部合ってるんだけど、はい、理由が全部分かってないと間違いなんですよ、麻雀って。なるほど。ふわっと9万打っちゃダメなんですよ。うん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 。最大のメリットは赤ウーマン引いて パーマン打てるじゃないですか。で、ここで6万から打っちゃうと、赤ウーマン引いた時に、うん、ウーマンを切らなきゃいけないんですよ、真ん中を、うんうんうん、それが将来危ないんで、はいはい、そう、5、6、8、7、8、9って残しちゃうと、ウーマンがウーマンとしか変えられないんですけど、なるほど。ここで9万打っとけば、ウーマン引いた時にパーマン打てるんですよ、うんうんうん、これがすごく大事なあの理屈なんですよ、はい、この理屈が分かってないと6、9万どっち来ても不正解なんですよ、麻雀って。結果的には一緒じゃ意味がないんで。で、なんでこんな話してるかっていうと、右の人にリャンウーマンは当たるけど、ウッパーマンは当たりようがないんですよ。C1 が2段目だったんですね。そう、はい、だから今みたいな細心の注意を払っとくんですよ。あー、めちゃめちゃ勉強になる。ありがとうございます。これの方がよっぽど直結しますよ、勝敗に。うんうんうん、はい、確かに確かに。そう、理屈が分かってりゃ全然問題ないです、うん、納得しました、はい、すごく、はい、で、オーラスです。はい、オーラス。
もう3位は勝ちですからやめときましょうね。はい、はい、そう、ドラからでいいですよね。ドラから切ったんだ。はい、どうなんでしょうね。泣かれたら死にたくなりますけどね。トイペンにポーンと切られたら一等ストップ。はい、あの、まあ、僕はいいピン切ります。はい、もうドラは一生切らない構えですか。一生切らないかどうかは自分の手の進み具合によるし、はい、自分が例えば最悪のケース白を泣かれた時に、トイメンの人にこの局面で何が嫌だかっていうと、はい、右の人が漫画打ってもトップなんで絞ってくんないんですよ。ドラポンに対して、はいはい、ポンチさせちゃうとこが嫌なんですよね。うんうん、絞ってくれる人がいるならいいんだけど、自分が勝負できる手になるまでは持っておいて。僕はそういうタイプです。なるほどなるほど、うん、だけど切るなら1巡目に切った方が一番確率はいいんで。そうですね、重ねる前に切っちゃえみたいな、うん、はい、それはわかりますよ。全然別に問題ないっすよ。はい、そこまで差はないです。ただジャンタマの常識みたいので、はい、こういう時って親って伏せます？私は伏せます。伏せる人が、うん、というか、まあ転廃してても次にはいかないですけど。あ、そう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 、もう私はもうアシスト気味になりますね、うん、けどまあいろんな人がいるとは思います。そう、いろんな人がいてある程度その、ね、マジョリティが通じないんだよね。そうですね、うん、いろんな個性の人にがいるはずなんで、はい、あんまりその他人を信用してないんで、うんうんうん、そう、 M リーグでもこっからめちゃくちゃ上がりに行く人と絶対 僕みたいなハイパーから降りてる人がいるので。うんうん、そうですね。だから白を 食われた時にわざと泣かせに行く人もいるから、はい、まあ、白を対面が泣いちゃったら普通はというか、私だったらまあガンガン泣かせに行きますけどね。もうなるほどね、はい、まあとりあえず進んでみましょう。はい、あ、待った。スーピンのとこ待って。はい。9万を切らないの？怖くなっちゃいました。そろそろ。なるほど。もうこの手は本当に3着取りたいなら、はい、9万打った方がいいっすね。上がりに、もうまあスーピンくっついたら単用もありますもんね。3ピンとウーピン引いたら初切りたいんで。はい、初に頼りたくないですね。こういう時にやる気のない親が自敗を終盤ね、はい、最初はやる気あったけど中盤終盤にもうやる気ねえやつって自敗絞られちゃうかもしれないんで、うんうんうん、初頼りにするの嫌ですね。一旦9万打ちたいですね。まあいや進めよう。なるほど、うん、でウッパーマンチーした？する気ある？ウッパーマンのチーは、うん、難しい。 あでも、うん、しそうです。オッケー、した方がいいね、はい、もうこれ、はい、しま、うん、す、どうせあの羽ま、うんうん、羽曲がっても 3着なんで、はいはい、はい、これはした方がいいっす。もう、うん、終わらした方が、はいはい、うん、ふんふんふん、なるほど。連ドラ泣かれてああって思ってたら積もってくれてよかったなっていう、うん、そうだね、逆連帯配布です。なるほど、いいと思いますよ。はい、へえ、ダマテンなんだ左の人。ああそうですね、加熱もトップなのにね。はい、確かに僕単品赤いちゃったら曲げた方がいいですね。裏一トップなんで、うんうんうん、なるほど、わかった。モコちゃん、はい、ウッパーマンチーしてないね。本当ですか？パーマン出てたもん。あら、オッケー。だからこれを今後はするかしないかが結構難しい手だからわかるんだけど。本当だ、してない、うん、けどなんか今見たらしたいと思ったのに。そうだから麻雀ってまだモコちゃんがそこまで固まってないってことなんだよ。うん、そうですね、そうだと思います、うん、だけどそれはそれでいいの、はい、それはそれでいい。はい、今の力がジャン力だから、この何日か前のが別にいい、うん、はい、それで上手くなってるのかもしんないんだから。うん、うん、泣いた方がいいね、ギリギリこれは、はい、うん、 OK、 泣きます。 OK、 はい、あーすごい、めちゃめちゃなんかすごい、うん、すごいです本当。次行こう、学びがいいんですか。ここに弱点があるからまだ、
もこちゃんに、はい、うん、でもそれは伸びしろだから、はい、うん、頑張ります。僕なんてこれ以上あと死ぬだけなんだから。うん、じゃあ配布いいんですか、もう一つ。全然なんぼでもいいよ。ありがとうございます。なんぼでもいいよ。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。